間外して体の変更そのままでしょ、ね、変換して体の変更この時ね強く相手の後頭部を出せるような打ち方をしないように配慮していますよ。何がポイントかっていうとこの転換するという動作を確実にすることによって相手の腕の肩が浮かれているので相手の腕が無力化して軸も崩れてますね。ですからこの最初のこれで肩を抜いて崩していくということがないと無理な力技になります。リサーの口がこうなったと思います。はい。